21歳の若者は実力あり、リングス初参戦、弾丸タックルに注目、アレシャンドリ・カカレコです。ブラジルからやってまいりました。初参戦、170センチ90キロ、小柄ではありますが秘めた実力は相当のものです。さあ、ジャパン勢の一番手です。金原博光、昨年のトーナメント2回戦ダン・ヘンダーソンに判定負け、しかし0対1という納得できない結果に終わってしまいました。今回の1回戦、ブラジルの精鋭と戦います。金原博光です。第4試合トーナメント B ブロック1回戦、5分2ラウンド1本勝負を行います。青コーナー、172センチ90キログラム、アレシャンドリー・カカレコ。赤コーナー、178センチ91キログラム、リングスジャパン、金原ひろみつ。この人の戦う、VTR 見ますとタックル早いですね。早いですね。やっぱスピードが命でしょうね、はい、さあ試合が始まりました。そして得意はですね、はい、サブミッションとポジショニング。おっと、そのタックル、タックル、ブラジリアン超特急タックルに来ました。金原は広げるか。あっという間に懐に入っていきました。金原の状態は上からがぶってるような感じですけれども、立ち上がった。おお、しかしそのままテイクダウンに持っていく、落とすような格好になりました。金原選手腕取ってるんですけどね。あ、そうですね、はい、相手がついてきます。おっと、バック。金原は背中をつけまして相手の上に乗るような格好になっています。カカレコは90センチ、金原博光それよりも1キロ重く91キロ。これ膝いけそうです、ね、いけそうですか。膝固め、この方向から膝を取って大丈夫です、大丈夫ですか、はい、大丈夫です。今度はひねります。膝いけるかな。脇腹を今叩きまして体勢を変えようという上になりました。カカレコ足をロックしてますね。膝取られないように。はいはい、なるほど、確かに足ががっちりかかってます。コツコツと叩きまして横を取ったか、取らしていません。金原、このポジション取りも非常にうまいですよ、カカレコは。はい、はい、それポジション取りとですね、はい、サブミッションの競技ですからね、ブタリーブという競技がですね、はい、はい、ブラックダリーブレ、これこの選手はかなりのものなんですか。そうです、はい。あ、ブラック危ないぞ。ちょっと嫌な体勢ですね。大丈夫ですね。あ、変えましたね、うまく返しました。さあ、今度サイドを叩き回りました。金原博光横に出ました。こういう動きにですね、お客さんが反応するんですね。そうですね、なんか変わってきましたね、最近の ね、格闘技のファンの皆さんも、はい、みんな目が上がりましたね。うっさい、オペアジュアイ、うんという、そのうなりは田村さんなんですか。おっと、アキレスか。展開早いですね、はい。プシャパディアン、プシャパディアン、エトホダパディアン出ますね。これはこのままでは何かブレイクには来ないんですよね。動いてますね、入ってますね、攻めてますからね。入ってますね、これ入ってますか。はい、きついな。あ、抜けた。スピラ、オイルブラスを、そういうその自分としては相手を見たわけではないので分からないんですけども、その評判書いたものとか、あるいはそういう噂はちゃんと聞き込んでいまして、金原、この選手にはぜひその裸足でいかなければいけないだろうと、足首を取ってくる選手だろうからということで、今のシーンがまさにそうですよね。はい、おーと、腕を決めてます。うまくいい形を上になりました。金原博光、自分の体重をかけまして腕をこのようにガチッと決めています。これをどうしたらいいですか。このままで決まります。アームロックか、腕十字ですね。腕じゃあと今腕十字に回ったのか、横サイドに抜けていこうというところだったんですが、ダメです。3分経過しました。アクション、あのまま伸ばすか、あるいはそのまま体を入れ替えて腕しぎに持ってきたかったんですが、左腕が顔にかかります。そして首に巻きついていました。うん、カレコ、お互いね、ちっこいですね。あれ、はいはい、飲んだもん、ね、飲んだもん、アリコムラ。アクション。ラジム選手が当たる足がすごい器用に動くんですよね。本当にそうですね。足が手のように動きます。金原博光は昨年2回戦まで進みました。それもダン・ヘンダーソンに僅差の負け。
当時0対1というので負けています。今ではあのルール上でちゃんと明記されていますが0対1では勝敗は決しません。あれは熊本さん我々もちょっとね、はい、納得ちょっとしづらかったんですけどね。そうですね、まあそれでもですからね。うっと嬉しいなと入った、あーっと抜けたか。残り時間1分、あーもう残り時間1分ですね。長見濃い取り合いをしています。金原選手締め込みますが、かかれ子の動きはあの田村さんどうですか。田村さんが見てちょっと悪くなってきましたね。悪くなってきた、はい、それは動き自体動きが悪くなってきましたね、はい、バックを取った。さあスリーパーか、スリーパーか、胴に自分の足が巻きついています。残り時間30秒、かかれ子が金原の手を取りましてディフェンスしていますけれども、ひっくり返った。あっという間によく取ります。アクション、残り20秒切ります。いいですね、行き詰まるような攻防ですね、グランド攻防ですね。で固まらないですもんね、はい、どん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 動いていきます。ボディパンチ、ボディパンチ、あー殴りますね。先ほど序盤によく見せたんですけども、この辺りいたしますか。ザ・ジュージ、足狙ってきますね。ここでゴングです。いや最後ピカッとね、いい試合ですね。決まるかどうかというところでゴング、本当に締まったいい試合になってきています。さあ第2ラウンドの5分間です。田村さん、何が勝敗分かれ目のポイントになっていきそうですか。この2ラウンドだけ見たら、飛び込んだ方またタックル早いですね、やっぱね。金原さんも十分承知してるんで、今切りましたけど、グランド狙ってんですかね、かかれ子が、はい、金原離れた方がいいかもしれないですね、突き放して。お、足使ってみましょう。キックです。入ってくるところカウンター取れるか。また入ってきます。タックルで有名、それはもっとそのタックルです。これ十分察知しています。さあ足をこじ入れてきました。この辺は金原のテクニックの見どころです。序盤に比べたらですね、金原選手がいいポジションを抑えれば場面が良くなりましたね。しかしかかれ子の腕太いですね。そうですね、まあ、ちっとついてます。この身長体重でやはりババルとかですね、あのペドリーゾとかスーパーヒビリとしたりしますから。腕取れそうですね。さあこれで田村さんどうします、伸ばしますか。その伸ばした方ですね。あと今ポジションもう一回ずれてアームロック狙ってますね。アームバーの方がいいんですけど、アームロックの方がいい。おっとバラン抜けた、抜けました。アンバーというのはその伸ばした方が伸ばすんですよね、はい、腕をね、ぐーっとストレートに。ハッサハッサ、上四方から横に移動していきました。首狙ってますね、ますね、左でね、巻き込んだスリーパーいけますね。このまま決めることできるんですか。大丈夫、決まります、決まります。ポジションはなかなかいいポジションだと思いますね。スピライ、スピライ、バタモアイ、そう、モアかけら、決めるには至りませんでしたが、ジャイスピローかけら、バックを取りました。ジャイスピロー、この辺りは金谷が先手先手を取っていきます。伸ばすブラス、ボンは。もう一回。ラスブラスベレイ。さあ潰した、伸ばした。おお、この伸びたところで歓声が湧き上がるんですからね。そうですね。目の超えたお客さんがたくさんいらっしゃるようです。ボムガロート。マウント、完全なるマウントになったようです。ボムサイダーイガロート、ボムラかけら。あの一つ、はい、どうぞ。ディフェンス、バラディフェンドブラス、バラディフェンドブラス、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 あのこの戦い方に慣れているアメリカとかブラジルの選手というのはポイントのことを常に頭に入れて、いるんだということを小坂選手が先ほど話してくれたんですが、さあ腕を決めた、とどうだ、タップダウンだ、タップダウンだ、腕をしっかりと決めていました。やりましたね、金原選手。いや強し、アームロックでアームロックという発表がありました。金原博光、アレサンドリック・カネコを倒しました。これは見事。さすがリングスの隠れテクニシャンですね。いやー、金原博光好きなかったですね、はい、この試合しっかりと仕上げてきたようです。そして2回戦では先ほどのトムサワーと戦います。お、大阪オリス体育会館、金原コール、
これでジャパン勢がとりあえず2回戦にはそうですね、まず残りました。幸先のいいスタートですね。そうですね、はい。この後あと2人出てまいります。 B ブロックでは高坂そして山本義久、あと2人残っています。